必見。はい、それでは前回に引き続き、手鍋焙煎やっていきたいと思うんですけれども、今度は、振って止めてっていうオペレーションではなくて、振り続けます。で、手鍋焙煎結構重いので振り続けるのは大変かもしれないんですけど、まあこういう感じ でその時にマンカシャカシャとかがこう下にこう突起がついてて、豆がこう転がるようにこうバウンドするようにできてるんですけれども、手鍋はそうできていないので、同じ面がずっと接し続けてしまう可能性があるので、なんて言うんでしょう、多少ですね、こう鍋を振るような感覚ですかね、をしないと一部だけ焦げてしまう可能性があるので、そのあたりに注意しながら振っていきたいと思います。ではまず暖気していきます。まずは弱火にして、じっくり200度まで上げていきます。はい、それでは200度まで来ましたので、一度火を止めて180度まで落としたいと思います。で、今回は振って止めてっていうオペレーションではないので、基本的にはここの高さで火力調整をします。なんですけど、手編み焙煎の時は確かこう30センチくらいの高さ取ったんですけれども、鉄板はよりですね、火が入りにくいと思うので、まあ、そこまで高く上げずに、まあその半分くらいの高さでいいのかなと思います。これくらいですかね。でちょっとやってみたいと思います。はい、それでは焙煎スタートします。火力なんですけれども、まあ、マックスよりちょっと絞って、まあ、置いたら完全に当たってしまうくらいでタイマースタートします。まず3分くらいまでは、まあ、ちょっと遠火にして、ゆっくりと火を通していくような段階を取ろうと思います。で、前回が、煮はぜまでが14分半くらいです。まあ、14分くらいで、煮はぜの頭が来て、で、その後、しっかりと煮はぜを聞いて、14分半くらいで揚げたので、今回もそれくらいを目指してみようと思います。中でですね、しっかりと豆を踊らせて、長い時間、こう、下に接しないようにしていきたいと思います。まあ、1分が経ちました。中で結構こう豆が踊るので、良さそうなんですけれども、結構手は疲れますね。これをですね、ずっとやってるとかなり重労働かもしれないです。まあ、なるべくですね、こう肘を固定して、中華鍋振るときとおへそ振るとか言うんですけど、そういうふうにこう工夫をして、あ、これ楽ですね。ただ火に近すぎると、一気に火が入ってしまうかもしれないので、ある程度遠く遠くでやっていきます。はい、2分半くらいですかね。あ、結構疲れますね。手鍋でこれやると。確かにそうすると、行って止めて、行って止めてってやりたくなるかもしれないですね。あとですね、非常にですね、人差し指が熱いですね。まあ、検証なんで、ちょっと我慢してやってみたいと思います。で、このあたりで3分が経ちます。豆の様子ちょっと見てみましょうか。はい。まだ緑色ですね。まあ、だいたい10センチ、15センチ離したところでずっと振ってる感じです。で、手編みの時って、火力のレスポンスがいいので、上げ下げで、あっという間に火力って変わっていくんですけど、下鉄板なので、上げたり下げたりしても、こう火力のレスポンスって良くないんですよ。なので、まあ、そこが安定した焙煎につながるんですけど、火力強くしたいなと思ったら、その思うちょっと前に下げていないと火力って強くならないので、思ったより早めに行動するっていうような感じが重要だと思います。振った場合ですね、そろそろ前回は水蒸気がついてきたんですけれども、今回はですね、水蒸気が下につかないですね。でも香りは漂ってくるので、まあおそらく反応は進んでるんだと思います。色もですね、ちょっとずつ緑から黄色の方に移ってきましたので、まあ、問題なく反応は進んでると思います。はい、今4分半が過ぎようとしております。
これをあと10分間振り続けるのかと思うとですね、かなり重労働ですね。ただちょっとこう一瞬休むくらいは多分大丈夫だと思うので、これは許してください。もうかなりいい香りになってきましたね。ただちょっと先ほどのですね、方法よりも焙煎のスピード早いかなと思われますので、ちょっと火力調整していきたいと思います。まあ、5分ですね。5分で今こんな感じです。かなり色も緑から黄色っぽく変わっていったと思います。手編みの時は結構振りやすかったんですけれどもね。やはり鍋はちょっと重いですね。あと手編みの時は50g でやったと思うんですよ。確か。なのでそもそも容量が小さかったので、まあ、これでですね、さらに200とか焼くってなったら、もっと大変なことになっちゃうので、まあ、手鍋の限界はこの辺りかなっていう、150くらいまで焼くのがいいのかなと思います。温度ムラもできてしまいますし。はい、6分ですね。だんだんさすがにですね、上も曇ってきました。雨の様子見てみましょう。はい、こんな感じ。もう色もですね、かなりいい感じで色づいて、反応も順調に進んでるんですけれども、ちょっと早いかもしれないですね。重労働すぎてこう下ろしてしまうので、それでちょっと反応が余計進んでしまってるのかもしれないですね。大変ですね、この重労働。もうこれは多分二度とやらないかもしれないですね、振り続けるのは。腕力に自信のある人は、まあ、もしかしたらこっちの方が美味しいかもしれないですからね。腕力に自信のある人は振り続けるっていうのもありかもしれないです。少なくとも電動熱に対する対策は振り付けた方がいいはずなので、それは何とも言えないところですね。ちょっとずつですね、煙が出てきましたね。今7分半です。こんな感じです。あ、豆もしぼんで。もう焙煎自体はすごくいい感じで進んでると思います。手編みの時と違って、この振る位置もそんなに上下させなくても良さそうなんですよ。やっぱり鉄板が1枚こう、ある分、火力がですね、安定しやすい。そこまでこうレスポンスがですね、さっきも言ったようにいいものではないので、すごく安定しやすくて、細かい火力調整いらないかもしれないです。というかもう細かい火力調整できないですね、暑くし疲れるし でただですね、今8分半で風直前だと思います。ギュッとしぼんで今一番いいところですので、まあ、この辺りでは、まあ、しっかりと火を当てて、一ハゼに持っていくと。ここでちょっとへばらずに頑張ってみた方がいいですね。豆が一番美味しくなるところです。なんか豆が美味しくなると思うと、まあ、ちょっと突然こう軽くなりますよね、まあ、鍋が。もう今だったらですね、2、30分振れそうな気がします。今ですね、9分半くらいですかね。そろそろハゼが来ると思います。中見てみましょう。はい、こんな感じで煙も出てきました。あ、風来てますね。9分半くらいで風が来ました。この辺りで風が来て、まあ、ちょっとだけ火を絞って、はい、火を絞りたいと思います。ちょっと高さで調整しようと思ったんですけど、手が疲れてしまうので、火力で。はい、今、あ、ハゼの音はですね、もしかしたらさっきのこう止めてとかっていうやつよりもしっかりハゼてるような気がしますね。この熱の通り方ってすごい重要なんですよ。なのでめちゃくちゃ大変だけど、この方が火通ってる可能性高いですね。あ、すごく気持ちよくハゼますね。頑張った甲斐がありました。まあ、ちょっと9分半、多分頭がちょっと聞こえなかったので、まあ、それ以前に外れていていたと思うんですけれども、そこからですね、外して、今、外れ止まりましたかね。ちょっとこう、カラ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 言うと、外れが分かりにくいんですけど、多分1分ちょっと外れたと思います。で、ここからは、少しですね、やっぱり弱火で、ゆっくりと2外れを迎えたいので、ちょっと煙を逃がしますね。ちょっと煙逃がします。
最初の時と比べると音もこうカラカラと乾いたような音になってきてます。火が通ってきて比重が軽くなるので、まあ、こんな感じの音になってきますね。ちょっとニハゼを聞き逃さないように煙を逃がしながら、どうでしょう、ニハゼうまいこと来てくれますかね。はい、それでは、13分、もうこの辺りだったら完全に飲めると思います。そろそろ外れてもおかしくないですね。今13分半です。そろそろ14分に差し掛かります。ちょっと煙抜きますね。はい、あ、もういい感じですね。はい、12分半が経過しました。前回はこの辺りで揚げたんですけれども、もうちょっと進めてみたいと思います。まあ1分30秒とか、まあ、誤差は許容の範囲内だと思うので、もうちょっと気を入れてみたいと思います。はい、来ましたね。あ、来ましたね。はい、1分ほど遅れてしまったんですけれども、2ハゼが来ました。じゃあこの辺りで、開けてみたいと思います。聞こえますでしょうか、ハゼの音。結構しっかりと跳ねています。でここでも一気に冷ましていきます。はい、といったところで焙煎終了です。では飲んでみたいと思います。はい、それでは抽出していきます。まずは最初に焙煎したものから抽出していきます。で一応ですね、数値も出そうかなと思うので、抽出の条件いつもの通りで揃えていきたいと思います。12g の下に 150cc 用として88度の30秒蒸らしでやってみたいと思います。数字に関しては別にそんなに意味があるものじゃないんですけれども、まあ参考値として知りたい方もいらっしゃると思いますので一応出しておきます。泡に関してそこまでこう大粒、まあクリーミーな泡とまではいかないですけど、まあ泡がですねこう引っ張って界面活性剤多いなっていう感じもないですし、まあ火は通ったのかなと思いますけど、まあ抽出の時間がちょっと早いですね。はい、1分40秒で上がっちゃいましたね。じゃ次抽出していきます。はい、それでは2回目に、焙煎した方を抽出したいと思います。まあ、この膨らみとか、そうですね、さっきと比べて何かっていうところはないですかね。上手に焼けてると泡がですねクリーミーになったりしますよね。そのあたりがこう見れると、あ、上手に焼けたなっていうのがこう実感できるんですけど、まあ、手鍋も簡易焙煎ですからね、なかなかその焙煎機と同じクオリティで焼くっていうのは難しいのかなと思います。あ、ちょっとですねお湯が入っていっちゃいますね。成分が少ないのかもしれないですね。1分35秒、さっきはですね1分40秒くらいだったので5秒さらに短くなりましたね。では測定してみたいと思います。はい、それでは測定していきます。まずは最初に焙煎した方から、はい、ブリックスが 1.02、TDS が 0.81、 はい、サンドが 0.85。 はい、続きまして2回目に、焙煎した方を測っていきます。はい、ブリックスが 0.97、 TDS が 0.77 です。はい、サンドが 0.84 です。以上で測定終了です。考察していきます。はい、焙煎終了しました。結果はこのようになりました。1回目と2回目でオペレーションを変えてみたんですけれども、で1回目が、焙煎時間14分30秒の上がりが 80.9g、2回目が15分30秒の上がりが 79.4g、 どちらも 100g の生豆投入での結果です。でそこから、抽出をしてブリックス TDS サンドを求めてみると、1回目が 1.02 の、TDS が 0.81 で、2回目が 0.97 の、0.77 で、サンドが、0.85 の 0.84 という結果になりました。まずですねこちらにありますので飲んでみたいと思います。こちらが1回目、沸
って止め3秒振って止め振って止めってやってここですね。うん、にこちら2回目。うん、まあ、非常に似た味ですね。そこまで大きく差はないかなと思います。でどちらも1分のタイム誤差がちょうどその分上がりとブリックスと TBS に影響してるかなっていう感じです。で酸度は同じくらいで揃っているので、まあ、大体これくらいの酸度を出して、で甘みもうちょっと出せたらよかったかなっていうようなコーヒーになってると思います。でまあ手編みとか手鍋とかその簡易焙煎機だとやはりこの甘みの部分が結構出にくくて、まあ、それがそのままブリックスに出てるかなと思います。多分もう少し、火力を強く与える部分とかそういうのを意識したりとか、火力コントロールをマスターすればもうちょっと甘み出ると思います。なのでもう一度羊コーヒーのコーヒー研究室として、ブリックスをこれぐらいまで上げるっていう目標をつけてでやってみてマニュアル作れたらいいかなと思います。でオペレーションは、まあ、振って止めての方が楽ですね。単純に振り続けるともうすごく肩と腕とか痛くなるので、まあ、オペレーションは振って止め振って止めが現実的かなと思います。正直振り続けた方が火の通りみたいなものはちょっと良くて、ハゼもよく聞こえるんですよね。あのハゼがすごく気持ちよく聞こえたし、火の通りとかそのよりですね、あの対流熱に頼ってくれるので、その部分はいいのかなと思いました。ただちょっとこう体にくるダメージですね、そこを考慮すると振って止め振って止めでも、まあ、そこまでですね結果に大きく影響を与えていないので、まあ、それでもいいのかなと思いました。はい、といった感じで、本日は、手伸び焙煎初めてやってみました。ちょっとオペレーション的にブラッシュアップするところっていうのは追ってやっていきますので、そちらもお楽しみにしていてください。じゃあ今日はこの辺りで失礼いたします。